おはようございます。今日は9月の5日、 JR 九州熊本駅まで来ました。昨日田原坂熊本城を見ましたが、熊本の観光はこれともう一箇所、前にも一度訪れましたがもう一回行ってもいいでしょう。水俣を予定しております。本日の予定はこの熊本駅から鹿児島本線で南下、途中元鹿児島本線で現在はなくなった区間視察オレンジ鉄道を通り仙台、そしてさらには鹿児島を観光した後に、さらに日豊本線で、東へ向かい、本日の目的地は宮崎の予定です。結構長旅になりますけどね、頑張りますよ。よろしくお願いします。ちなみに昨晩ご紹介した熊本城の武者返しですが、熊本駅もまたそれをまかなったデザイン、上の方になるほど傾斜がきつくなっています。鹿児島方面の列車の出発時間まで大幅にまだ待たなければいけません。まあ40分ぐらいですけどね。その間に熊本駅周辺のご案内。この噴水は新幹線ができた時のものですかね。多分そうだと思うんですが、不思議な噴水です。地面から染み出すような流れ。ここと、それから奥の一番高いところと、この辺と3箇所かな、水の湧くポイントがあります。いや、4箇所奥にもあるな。これは阿蘇山をイメージした、噴水とされています。熊本県にあります九州の最高峰阿蘇山、昔噴火をしまして、その周辺に独特のなだらかな地形を作りました。まあ、これは多分阿蘇山の火砕流をイメージして作った噴水ではないと思いますが、阿蘇山が本気で噴火をすれば日本列島の西半分はもうすべて埋まってしまい、人が死にたい文明はことごとく消えるのではないかと危惧されてもいます。まあ、当面噴火の心配はないわけですが、この噴水で流れている水は天然ミネラルウォーターです。熊本県熊本市内の水はですね、すべて阿蘇の水をミネラルウォーターをそのまま水道水で流すということをやっています。まあ、要するに地下水ですけども、これを押せばいいんだな。この手の水にしては確かに抜群に美味しい。これが熊本市の自慢の一つです。ことを忘れ、昨日飲んだペットボトルは捨てて麦茶を買ってしまいました。今日半日ぐらいだったらな、ペットボトルあれに詰めてってもまだ大丈夫だったら、もったいない。空きのペットボトルは、一生懸命探すけどネットカフェで全部捨てちゃったんでね、ないよな、ないです。紙の町、工業の町として知られるこの八代から、もともとは鹿児島本線として線路は続いていたんですが、今は鹿児島本線ではなくなりました。今日の朝までこの視察オレンジ鉄道に乗るか乗らないかは考えていました。これはやっぱりローカル鉄道会社になりましたんで、運賃も値上がりしまして、もちろん青春18切符も使えませんから、全線乗り通すと2700円ほどかかります。しかしこの視察オレンジ鉄道を通らなければ、宮崎県の淵まで一旦大きな迂回をして、それから鹿児島にやっと至る全行って7時間の長い迂回をしなければなりません。それよりはやっぱり海沿いを行くべきだろうと思いまして、今回はオレンジ鉄道周り、運賃は2070円と今お伝えしました、2700円ぐらいでお伝えしましたが、青春18切符利用者向けに割引の切符がありまして、全線通しで乗ると2700円、しかしこのオレンジ18フリー切符というものが2060円で販売されています。本日有効の青春18切符を使っているお客さん向けの割引施設です。しかしこのような青春18切符利用者向けの割引がありまして、視察オレンジ鉄道熊本県鹿児島県の海岸全線を2060円で乗ることができる割引の切符もあります。途中駅で降りることもできます。彼方に見えます製紙工場の煙と、左側の雲仙、もうこれで雲仙が見えるのは最後でしょうか。今渡りました川は球磨川で、九州では3番目に長い川だったかな。有名な清流として知られています。
こちらは熊本県最後の寄り道になると思われます水俣駅。肥薩オレンジ鉄道はもともと特急列車がたくさんやってくる鹿児島本線というわけで、駅の設備はかなり立派です。今映したのは水俣駅の中に展示されていたイワシのカゴです。イワシを捕まえてあのカゴの中に生きたまま入れて、それを海で船にくっつけて連れて行って、沖合でそれをカツオの餌としておびき寄せるのに使うのだそうです。この水俣は白縫い海、八代海に面した、まあ、つまり昨日見た有明海の南側ですけれども、天然の漁港、まあ、つまり小さな小さな港町だったわけですが、それが一躍企業城下町として発展することになりました。新幹線もこの北側新水俣駅にやってきます。目の前にありますのはお城ではなく、その代わりにこちら窒素株式会社。ちょうど工場からこんなタンク車が出てきましたが、液化窒素って書いてありますけどね、化学系の企業、まあ、化学医薬品を使ってさまざまなものを加工し作るのが主要な会社です。その会社は現在は JNC 株式会社ということになっています。ジャパンニュー窒素。なんか見るとね、最近はちょっと赤字気味らしいんですが、まあ、しかしこの JNC は水俣を象徴する会社ですから、駅の目の前にあるのも当然です。この水俣が特急や新幹線の止まる大きな駅になったのもこの会社あってのことです。熊本市内の涼しさが一転、もう灼熱の暑さ、体感温度は35度ほどありますが、頑張って歩いてきました。お、フグが歩いてるな。海水の温度も濃度も結構濃いのかな。皆さんもご存知だと思いますが、この水俣市のシンボル窒素水俣工場から高度経済成長期に有機水銀が大量に排出され、それによって汚染された魚介類を食べた漁民の方の多くが水俣病という公害病にかかることになりました。ここはそのきっかけの地ということができます。まあ、お昼の休憩の鐘が聞こえてきましたが、この排水溝を遡りますと窒素水俣工場の中に至るそうです。この排水溝から長きにわたって水俣病の原因となった有機水銀が排出されていたのでした。ここで作っていた物質はアセトアルデヒドというものだそうですが、それは戦前から作り始めていたんですけれども、戦後になってある時から急にそのアセトアルデヒドの原料の一つ水銀が何か化学反応、その原因は分からないんですけども起こし始めたそうで、それから人体に有毒な物質が、八代海、もしくはこの水俣湾に流れ出すということになりました。そしてこの辺りに住んでいた人たちの多くはもともと漁民で、そんなにお金を持っている人でもありません。物を食べるにも、物を買うお金がないけれども、幸いなことにこの水俣湾では豊富な魚介類が取れるので、それを食べていれば少なくとも生きるのには困らなかったわけです。ところがだんだん猫が狂って死ぬようになったり、ついには人間にも症状が出て、なんかおかしいぞということが分かりました。そして大体の人は海沿いに住んでいる人で、そしてお金のないそういった漁民の人、お魚を食べて生活している人にそのような症状が出るのだということは分かっていました。だから水俣の魚が危ないということは早いうちから分かっていたのですが、しかしそれでも水俣病は広がり続けました。それは簡単なことで、水俣の魚が危ないということは分かってはいるのだけれども、しかし魚以外に食べるものがないから、それでも食べ続けなければならないという漁民の人が海沿いに多かったということです。水俣病に関してはね、これだけ原因がはっきりしていて予防の方法も割とはっきりしていたのに、それを実現することができなかったというところが一番実は問題だったんじゃないのかなと思うんですよね。水俣の魚がなんかどうも危ないらしいぞというのが分かって、そして多くの人たちは水俣の魚を避けるようになって、それでもう本当に貧しい漁民の人以外は水俣病になることは避けられたわけです。で、だったらね、その漁民の人たちが水俣の魚を食べなくてもなんとかなるように、そこに最初にすぐお金を投入するか何かしていれば、多分窒素自体の業績だってもっとよく、水俣の町だってもっと発展したろうし、それからもちろんその人たちだって病気にならずに済んだし、それからその保証によってその他失われる経済的な便益、それだって全て回復することができたし、三方とも良かったと思うんですが、水銀の対策をもっとしっかりやっておけばこんなことにはならなかったろうにと思うんですが、当時の経営者は一体どういう考えだったのか、単純に気になるので聞いてみたいですね。
ところで現在の水俣湾については窒素の排出した水銀の混じったヘドロ、これを多額のお金をかけて全て取り除き、昔の姿を取り戻しています。平成9年にもう水俣病の収束宣言というものがなされまして、それからは患者が増えるということはないそうです。熊本県から鹿児島県に向けて南下をしているところ、今視察オレンジ鉄道の泉駅、鹿児島県泉市です。ここに再生数が出ています。今日の予算は今これ7万5000再生なんですが、ちょっと確認するのが遅くなってしまいまして13時48分昨日投稿するのが1時間半遅れましたが、その時私スクリーンショット撮り忘れちゃったんですが、7万2000回再生でしたので、今日は9200円の予算ということになっています。昨日投稿が1時間半遅れた割には再生数には大きな影響を及ぼしませんでした。今回の旅では北海道側からずっと日本海に沿って南下を続けてきました。そしてこの九州から今度は太平洋や瀬戸内海寄りを通ってまた北上するというわけですが、もうこの辺りまで来ますと海の呼び名は日本海とは言いません。東シナ海に変わっています。またに思いのほか長く滞在してしまったので、行程が1時間遅れているんですが、そのためこの先鹿児島方面への列車のスムーズな接続もまたないようです。全行程2時間の遅れ、というわけで次の阿久根駅で接続がないのであれば一旦降りて美味しいお昼ご飯アジを食べようと思います。駅併設の食堂、2時まではランチ営業があります。私さっきサバを食べに来るって言いましたが、サバとアジがありますんで今日はアジにしました。本当はね2時までの営業で、今皆さん多分動画見てるから分かると思うんですけど、2時過ぎてるんですよ。ああそうか、終わっちゃったのかと思って、それをお話ししたらですね、特別に、前に私がここを紹介しましたお店の方も皆さん私のことをご存知だから、もしかしたらそれで特別にしていただいたのかもしれないんですが、通常は2時までが営業時間ですので一応そのことだけお知らせしておきます。このだしをお好みでかける、いいですね。ちょっとなんか適当な書き方になっちゃいましたが、まずはかけずに食べてもいいかな。私の食べ方は汚いですが味は一流です。これ600円だから安いですよね。あとかけよう。でこれを味茶漬けにして食べると、言うまでもなくめちゃくちゃ美味しい。なんか変な臭い匂い、臭いって言ったら失礼ですけどね、生臭い匂いみたいなのはしませんね。混ぜてですね、全部このようにいただきましたけども、これですね、正直茶屋ボンタン漬け、これ、650円となかなか今回の旅のおやつ代としては高級な部類に入るわけですが、7月8月ぐらいの時期に取れたボンタンをこういうふうにこうお砂糖漬けにしたやつね。これお召し上がりになってございます？ありますよ。あ、本当ですか？美味しいです。結構、はい。うん、で、本当に。美味しいよね、本当は。じゃあ、絶対美味しいだろうと思って買っちゃったんですけど。青切りともう一個その、普通の船切りと青切りって2つあるんで。うん、次の列車も来たんですが、これには乗りません。本当は乗るはずだったんですが、視察オレンジ鉄道の運転士兼司令員を務めてらっしゃる、中井さんがですね、迎えに来てくださって、そして、これから鹿児島にたまたま行くんだけど乗ってきますかというふうに言っていただいてですね、じゃあそうか、車で送ってもらおうかということになりました。そうしてももうお金は先に、ね、全部フリーキップ買って払ってありますんで、オレンジ鉄道の売り上げは減りませんし、こっちとしても気兼ねなくできます。時間はいあります。そしたら港行ってきます。港行きますか？アクネコ、いいですね、ありがとうございます。前方にユーラシア大陸みたいななんか雲ができてますけど、あれ似てません？なんかユーラシア大陸なんかユーラシアみたいなね形はありがとうございます。時間が少しだけあるのでアクネコをご案内いただきました。さっきいただいたアジとかそれからサバとかね、前にも食べましたが、さあここ見覚えないですか？ここで取れた、これ見覚えないですか？どっか出てきましたね、映画で。え？映画のシーンで出てきませんでした？本当ですか？先生が、はい、なんか子供ができたとか、そうで、ここほら、なんかすみちゃんがこう走って、これほら、先生大丈夫ですか？大丈夫、
割とあれですね、町の規模に対して港が大きいですね。やっぱそうですね、阿久根はもともと漁業の町ですから、もう漁業の町が大きくなって都市になったような感じなんで、はいはい、やっぱりこの漁業っていうのがどうしてもね、切っても切れない感じ、阿久根の魚は美味しいって本当評判ですよ、この沿線では、オレンジ沿線でも実際美味しいですね、本当に、はい、もう私も大好きです。阿久根の町もですね、さっきご紹介した水俣みたいな感じで町を象徴する大きな港と、反対側はもうこのように目の前が阿久根駅でして、阿久根は漁業の町、パッと見てよくわかる光景です。いやいいですね、おお綺麗、綺麗ですね、今日も、ああ今日もすごい綺麗だ。これは牛の浜海岸ですね。はい、列車運転するのと車運転するのはもう全く感覚違うんですか？全然違います。あ、そうですか、はい、じゃあなんか感覚がごっちゃになっちゃったりとか、はい、そんなことももう絶対ないですね。そんなないですね。ただやっぱ運転士ってブレーキを結構、意識しますね。意識するじゃないですか、はい、私ら普通車って結構ブレーキ効くじゃないですか、はい、あ、いや、そうそう、それ言おうと思ってたのめちゃくちゃお上手ですね、ブレーキが結局ブレーキ、はい、列車と同じでですね、やっぱりなんか乗り心地をこう体染みついてるのが かなり遠くからブレーキをかけてゆっくり止まるんですよ。あそういう癖がついちゃってます。でやっぱり今言ったように列車はほら車ってタイヤだから、はい、急ブレーキかけても止まるじゃないですか、そこ列車は止まんないですよ、はい、本当に。 そうですね、そういう違いもあるし、あと加速も違いますよね、当然ながら、これはほら車で私が乗ってるのは普段ディーゼルカー乗ってるけど、やっぱり全然その感覚は違いますよ、はい、で結構言われるのが、まあ、これ車じゃなくてですね、運転手さんって電車で行こうって前に乗って言われるんですけど、あぶっちゃけ運転手さんほとんどまあ、全員が全員そうかわかんないですけど、まあ、私は下手です。お、あ、そうなんですか。なぜかっていうと、はい、あれがないんですよ、ほら、G って言うんですか、体で感じるものは何もないですもんね。そう、ないんですよ、はい、そうするとあれあれってなるわけですよね、やってると。なるほど。他の人はわかんないですけど、私はあれめっちゃ下手くそなんで、今の G っていう私あれやるとオーバーランはするわ、で手前に止まるわ、はいはい、まあ、逆に体で覚えてるところがもう、はい、体で覚えてらさない、目だけで運転しろってなったらね、分かんないですね、そんなね、分かんないですね。で、あと何メートルって書いてるじゃないですか、はいはい、あと300だ400だって、はいはい、僕らからしてみるとあのモニターだけじゃ分かんないんですよ。ああだってほらあの中って作られたほら画像じゃないですか。そうですね、あ確かに自然と違ってからどうしても、あの距離感ではないんで、はい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 、そうすると300m ってのどの辺だろうみたいな感じなんですね。だからよく小学生とか、はい、来るんでたまにこう見学とか来た時に、はい、電車でこうの話が出てるんですよ、必ず出るんですよ、はいはいはい、おいちゃんとか上手なのって言われるけど、僕はごめんなさい下手ですって。いや僕もそれ聞いてみなかったんです、ありがとうございます。いえいえ、そうなんですよ、結局その感性っていうんですかね、はい、あるじゃないですか、前に動く力後ろに行く力って、あれがないんで、はい、どうしても感覚がほらないから、はい、あれあれってなるんですよ ね、 なるほどね、これ止まってるんだよねみたいな、はいはいはい、速度落ちてんだよね、速度上がってるんだよねってなるんですよね。そういうのはどうしても出ますよ、はい、いやありがとうございます。いえいえいえ、綺麗だ。あの横は甑島です。あ、あれがそうなんですね。今日くっきり見えますよ。ね、綺麗ですね、本当に。そうそう、あの空気澄んでる時じゃないとくっきり見えないんだ。あ、そうですか。うん、今鹿児島市内に入ってきました。この上が鹿児島本線です。左側が西郷隆盛が最後自陣した城山公園で、もうすぐで国道3号線の終点に着きます。国道3号線は、まあ JR 九州で言えば鹿児島本線みたいなもんですけど、1号線が東京から大阪まで、2号線が大阪からどこまででしたっけ、2号線って、ご存知です？大阪、あ、どうだろう、あれじゃないですか、文字とかじゃないですか、文字とか下関とかその辺ですよね、だと思うんですよね。で、そこから3号線はこの鹿児島までというわけです。で、この旅は一応この鹿児島で折り返しということになっております。日本一周ですんで、今までは日本海側をぐるぐる回ってきたわけですが、これからは太平洋側。ただ沖縄はどうするんだって問題もあると思うんですけど、沖縄につきましてはまたちゃんと訪れることにしますが、船で行くよりも格安航空会社で行った方が安いので、沖縄県に関してはそのような行き方にする予定です、今のところ。東京日本橋から続く国道1号2号3号線、その終点がどこなのか私今までずっと存じ上げなかったんですけども、この先のですね、この左側だったかな、これだ、これですね、照国神社があります。これ以前にも皆さんにご紹介しましたが、ここが国道3号線の終点、ここからは10号ということになっています。日本本線ですね、 JR 九州で言えばこの先に、ね、そうですよね、はい、そうです宮崎霧島方面になります、で、ここは城山町、城山町ですね、はい、ありがとうございます。で、この上が西郷隆盛像ですね。
そうですね、この辺、うん、あとこれですね、高森像、はい、これうちのチャンネルでも何度もご紹介しております。さすが立派なこの鹿児島ですが、九州は明治時代に地理的な中心地熊本を重点的に開発したり、それから最大の町は長崎であったり、それからもちろん福岡も帝国大学を置いたりして重要な町として扱われてたというわけで、またこの鹿児島も薩摩藩がもともとあって力のある県でしたから、まあ、割とねどこの町も立派なところが多いような気がします。鹿児島弁って、はい、暗号としても使われた。あ、そうなんですか。そうですよ。へ、聞き取れない言葉って多いですよね。あ、そうですね、はい、で太平洋戦争とか、はい、その前の戦争とかでもですね、うん、でここはやっぱり開国に近い、うん、長崎と同じで、うん、でもあるので、なんだっけ、その鹿児島弁で、うん、を暗号として使ってたという有名な話があって、なんで鹿児島弁っていうのは他の九州と違って、はい、独特ですね。こちらが鹿児島城、薩摩藩長のあったところです。でこの裏側にあります山が白山、いやラッキーなことに白山公園の上まで車でちょっと登っていただけるそうです。いや、こんなサービスまでしていただいて本当助かります。この白山公園はもともと江戸時代までは人が登ることはできなかったそうです。お殿様を上から見下ろすことになるから禁止ということでしたが、西南戦争の時には西郷軍が最後ここに立てこもって山の上から攻撃、最後の抵抗ということをしました。でももう西郷も足だかどこだかに銃撃を受けてもうダメだということで、最後この下に降りたところで解釈を受けつつ切腹をしたのだそうです。そうですね、ここは島津家の時にはここは登れなかったっていうのはね、うん、有名な話で、うん、だそういった意味では西郷丼はすごいなと思いますよ。ここに登ったんですからね、登れないって言われて山に、だそれは多分その本人の最後の抵抗だったんでしょうね。あ、本当の意味での。すごいな、駐車場がタダです。よかった。白山公園はもともと桜島の展望台として有名で、また西南戦争の戦績としても知られるわけですが、確かねこの店だったと思うんですけどね、後ろが駐車場になってるところですけどね、ご存知ですか、ここに、はい、なんか1万円札の、なんか、はい、伊藤博文の1万円札とか、はい、聖徳太子か、板垣退助の100円札とかの両替の店、はい、あ、そうなんですか。そうなんですか。うん、そこはね、俺もね、分かんなかった。あ、そうだ、ここで買い物をすると、はい、なんかその両替をしてくれるっていう店があって、なんかすごい昔のお札がいっぱいあるんですよ。開いてなくて残念。いや、そうそうなんです。で、それ、なんで、そんなやってんのかなって思って聞いたらね、昔両替して大量に、それをまだ取ってるらしいんですよね。それで、うん、なるほどな。もうなんか30年ぐらいの名物らしいです。白山公園から望む桜島が鹿児島の名物。桜島は鹿児島のシンボルたる存在で、割とどこからでも見ることができます。景色のご案内をします。真下に見える照国神社、その目の前が東京日本橋から続く国道1、2、3号線の終点で、また大正時代に建てられた、この鹿児島の伝統的デパート山形屋がこちら、それからあとは西郷隆盛が士族を集めて教育をした私学校は現在なんか病院だか医療研究センターみたいになっていて、多分これだったと思います。桜島は大正時代に噴火をして向こうに見える大隅半島と陸続きになりました。もともとは完全な島だったんですが、まあ、それでも現在やはり鹿児島市側からのアクセスをすることが多いわけですので、このように頻繁な桜島フェリーの運行がなされています。私も1回だけ JR 九州の駅で自転車を借りて渡ったことがありますが、電動アシスト自転車で、ね、上の方に登って、確かこの辺に展望台があったかと思いますけどね、多分この展望台だと思うんですが、登っていってその火砕流の跡などを眺め、なかなか立ち上る噴煙の凄まじさに驚いた記憶もあります。桜島は、しょっちゅう噴火しておりまして、その噴煙が鹿児島の市内に降りかかりますから、自動車の運転に支障をきたしたり、 JR の運転に問題があったり、町もしょっちゅう灰袋をもらって、それでお金がそこに随分取られるということにもなっているようです。他にこの鹿児島港からは沖縄行きのフェリーの運航もあります。確か A ライナーと書いてあるあれが沖縄行きだったと思いますが、これは貨物だけじゃなくて旅客船の機能も備えているのかな、多分そうでしょうね。だからあれに乗れば行けますが、それよりも正直沖縄行きの飛行機に乗った方が安いというのが現状です。向こうに見えております、あちらは別の島ではなく、あちらが大隅半島で、こちらは薩摩半島の南端にあたります。Google マップで表示するとこんな感じなわけですが、まさに地図を感じることができる光景かと思います。向こうに見えているあれが薩摩半島の先端部分の
指宿、どっかあの辺に指宿砂蒸し温泉があるはずです。ちなみにこの桜島と大隅半島が陸続きになった時の昭和、失礼、大正時代の大噴火の時埋まってしまった鳥居が現在もそのことを覚えておこうということで桜島のちょうど裏側のところに保存されているんですが、まあ、まさに裏側ですからちょっとね自転車とかで走って無理やり見に行こうかなとも考えたんですがあまり現実的ではないようです。まあ何かこれについては将来また桜島について特集できる、そういう機会を見つけてやっていきたいと思います。白山公園を降りてきまして最後に皆さんにご紹介するのは西郷隆盛が、亡くなったところ、場所はですねあのマンションのところだそうでその脇に公園があって、そのことを記念しています。ここで最後、まあ、賊軍となったわけですので明治天皇に対して、自分の今までの行いをお詫びしなんかあの人もお詫びしてるな。このマンションの裏側ですがここかはいここですね西郷隆盛終焉の地と書いてあります。でもねこういう風に反乱軍、まあ、日本最後の国内の反乱なわけですが、まあ、そういう反乱を起こした人にしては随分こう扱いがいいのかなという風につくづく思います。あ来た来た国分行きましたね。いいですね。こういう風に鹿児島本線が通過をするそのすぐ脇にありますので列車からも一応見ることができます。私からですねリクエストして山形屋の前を通っていただくようお願いしました。今見えてきましたよ奥の建物。うんですね。おお。すごい立派だやっぱり、ね、当時日本でこれが建てられた時確かね神戸よりも西側で鉄筋コンクリートの建物がなかったらしいんですね。で山形屋は、その初めての、神戸伊勢での鉄筋コンクリート作りの建物。この間行った軍艦島とかと多分年代は同じぐらいなのかなと思いますが相当立派な建物です。うん、ね、この鹿児島もまた路面電車が運行されている町、まあ、大体ね大きな町になると路面電車かもしくは地下鉄のどちらか一つが、通っているのが多いんじゃないですかね。もうあのせっかくだから自然沿いに行こう。そうですね。それが道も間違いなくていいし面白いでしょ自然沿いにこうやって行くの。そうですね。路面電車を追い越したりして路面電車よりやっぱ乗用車の方が早そうですね。早いですね基本はやっぱり、うん、まあ確かに向こうは信号プラス停留所で待つのに比べてこっちは信号だけだからそれはそうか。でもなかなか並走って ないでしょ。そうですね。あの会社でね、うん、これもやっぱり路面電車があるところだからこそできる、うん、なかなかない、うんうんあとこれね、やっぱり鹿児島市電といえばこのグリーン緑の。そうですね、緑地化、ここがね。これそんなに効果あるんですか、なんかその。うん、みたいですよ。そうなんですか。いろんな効果があるって言ったら、その健康な分もあるし、あと環境的なものもあるし。はい、はい、その、あれですかね、はい、なんか保全っていうか、あの線路の補修の。そう、線路の補修のもあるし。へぇ。熊本もね、やってますもんね、これ。熊本市電とかもね。あ、そうですね、一部やってますよね。うん、やってますよ。これ路面電車に信号機って中継信号とかあるんですね。いや聞いたことがない、うん、あ、多分これ中継信号機じゃないですよね。あ、なんか別の意味の。あ、多分これちょうどほら分岐しとるじゃないですか。はいはい。あ、進路表示機か。進路表示機ですね。これ。あ、なるほど、うん、その可能性は高い、うんうん、あ、そうですねこれは、うん、どうですか。あ、なんか今一つの点になってますね。点になりますよね。え、こんな車が上を通るところでポイントの切り替えなんてできるんですね。ねえ、本当ですよね。そしてなんか新型車両、今度は新型車両が出ました。本当だ本当だ。やっぱ基本的に路面電車混んでるから新型になると大きくなってますね。ね、ですね。あとバリアフリー今は、ね、うん、ああそうですね。基本的にバリアフリー、うん、ちょっと遠回りをしましたけどもここが現在の九州新幹線の終点鹿児島中央駅ということになっています。外から見ますと随分立派てかすごいよな、やっぱり、いや、これ本当すごいですよねこの駅は。うん、です本当に立派。ここすごいわな本当に。なんかこの様子だけ見ると九州一の大都会は鹿児島なのではないかと思えるほどですが、観覧車があるからなんかアミューズメントパークっていう感じがするね。そうですね、なんか壮大な感じがしますね。ビアガーデンからか。ああ、ビアガーデン、ビアガーデンじゃないですかね。ああ、ビール列車だそうですよ。あれは見えますね確かに。へえ、一応アミプラザの、はい、鹿児島中央駅の、まあ、ショッピングモールというか、アミプラザは JR 九州の駅ビルの名前、まあ大体そんな感じです。鹿児島ラーメンって見たいですね、うん。どうもありがとうございました。いえいえ、どうもね、本当にわざわざ鹿児島まで来ていただいて、あ、いえいえ、本当にありがとうございました。いえ、もうあのこちらこそ、いや、こちらこそわざわざ鹿児島まで送っていただいて、いえいえ、とても楽しかったですよ。久しぶりに会いましたしね、はい、そうですね、またあのオレンジ鉄道に行くときはそうですね、お会いしますので、はい、よろしくお願いします。体気をつけてくださいね。うん、
まあそうですね、あと半分なんで、あと半分、はい、終わったら養生しま す, です、ね、早いですね、ゆっくり養生してください、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。鹿児島中央駅です。お別れの前に中井さんと一緒にラーメンを食べました。食べたラーメン屋さんの名前はザボンというところですが、もともとは西鹿児島駅構内食堂というお店だったそうです。この鹿児島中央駅のもともとの名前は西鹿児島と言いましたが、新幹線の開業によって名前を改めたのです。西鹿児島っていうとね、なんか街の外れにある駅のような感じがしますけれども、こっちの方が中心の駅、昔は西駅と言われていました。今は中央駅と呼ばれています。鹿児島ラーメンはまた九州にありがちな豚骨ラーメンですが、ちょっと豚骨の味付けが違います。どうも鶏の出汁なども随分強く出ていて、逆に油っぽさは少し抜けているようです。そしてまた桜島大根が必ず食べ放題、これが鹿児島ラーメンのお決まりのパターンのようです。だから私もたくさん取って、大根に含まれている栄養素を、まあ、なるべく摂取しようと頑張りました。麺自体も他の地域、福岡、大分、熊本などのラーメンとは違って、ちょっと太めのよく茹でられてツルツルとしたものでした。私はこっちの方が好みですけれど、どうもこの鹿児島というのは文化が違う、まあ、言葉が違いますし、それから琉球との密貿易なども昔はやっていたので、その関係からか、ちょっと九州の中の豚骨ラーメンとも系統が違うようです。いい勉強になりました。昔は国鉄の職員さんがそのラーメン屋さんにたくさん集まって、列車の運転や駅の仕事の合間に食べていたといいます。その伝統のお店、もうここで開業してから70年近くが経つそうです。ところで今日の目的地は宮崎市と設定していますが、この先宮崎県の都城市と宮崎市との間で、どうも先ほどゲリラ豪雨があったようでして、列車の運行ができるかさっきまで全くわからない状態でした。しかし列車の運行はできるようになったようです。さっき駅で聞いてきたので、いやーよかった。折り返しの地点であるこの鹿児島市内を観光して帰るぐらいの時間はまだあるかな。あと、1時間と20分で列車が出発します。それが最終の列車。立派ですよね、本当に鹿児島市、どっからどう見ても大都会。ここが天文館です。立派な眺め。鹿児島中央駅からまっすぐ来たところですが、天文館というのはもともと名前を聞いたらね、プラネタリウムかなみたいに多分思われる方が多いと思うんですよ。プラネタリウムみたいな名前ですよね、どう見ても。その名前の由来、もともとはプラネタリウムではありませんでしたが、薩摩藩島津家が設置した、天文台といいますか、天体観測所だったようでした。で、昔のものがいっぱい並んでいた地区だったらしいんですが、それが江戸時代に終わってからいろいろと取り壊されて全部がら空きになったところに、また新しくこういうものを建て始めたので、鹿児島随一の繁華街として知られるようになったのです。なんでも元々の天体観測所の天文館はここにあったらしいんですが、完全に工事中全くわからなくなっています。なんとなくね、天体観測所というかプラネタリウム的なアーケードの作りが目につきます。立派な眺めですよ。一度ご紹介しましたんでね、2度目のご案内と被るところもありますが、今度は徒歩で来ました。上に城山ホテルがあって、さっき登っていただいた城山公園が上です。これ国道3号線の終点のしるべ。この鹿児島市は桜島の美しい景観、天文館や鹿児島中央駅周辺のきらびやかなにぎわい、そして明治時代日本の近代日本の初期を探る歴史の観光などもできまして、市内観光が非常にしやすくおすすめの街だと思っています。ここにあります銅像は昭和12年に建てられた陸軍大将の格好をしている西郷隆盛像です。また西郷像が建てられたのも、もともと上野の西郷隆盛の像が本人にあまり似ていないし、それから浴衣を着てなんかこうちょっとだらしない格好で外をプラプラしててあまり威厳がないということで、鹿児島市民の理想とする像をあそこに建てたかったとの考えもあるそうです。この天文館の自動販売機で80円で売っていたミネラルウォーター財宝、これですね、実は日本一のミネラルウォーターでもあり、通販で売れているミネラルウォーターとして13年連続日本一なんですね。だから私もそれは知ってたんですけど、まさか普通のペットボトルでも売ってるとはな。どちらかというと大きなタンクを家に郵送するタイプでの売り方が多いようです。鹿児島中央駅までの路面電車非常に混雑します。最終列車行っちゃってまして、もう宮崎行くことはできません。まあ、大した問題じゃないんですよね。明日の朝始発列車で行けばいいだけなんで、別に
致命的な問題ではないんですが、駅のコンビニで買いました南極白熊。あの丸永製菓っていう会社のアイス、多分それがねコンビニとかで全国区のようで、これちょっと違ったみたいですが、とにかくこのように果物などを盛り付け練乳で味をつけた、こういった形式のアイスクリームを鹿児島では、白熊と呼んでいます。大きいのがまた特徴です。天文館で有名なのがあって 750ml という巨大サイズを売っていますが、まあ、それ以外にも全般的に大きいんですけれども、まあ、しかしまず高くて食べられないという理由、もう本日ほとんど予算は使い切ってしまいました、まあ、それからこれでもね結構量が多いのに、普通のそんな巨大なやつを買ってきたらですね、ちょっと食べきれなくてもう残す前提になってしまう。それじゃあインスタ映えを狙って食べ物を捨てている人と本質的には変わらないんではないかと思い、購入はやめることにしました。今日中に宮崎まで行ったらネットカフェに泊まる予定だったんですが、鹿児島中央駅の方が宿泊の場所はいいのがあります。ここにはですねリトルアジアという1泊1500円シャワーももちろん使える、布団で寝られるドミトリーの相部屋施設という、神のような寝所があります。と思ったらね、今日は予約が全部待ってたみたいですよ。いやこれはきつい、ちょっと計算が狂ったな。ここがあるからまあいいかと思ってたんだけど、他にこういう安宿が、あのホテルの安宿は天文館の方に行けばいっぱいあるのですが、しかし帰ってきてしまったんでね、もう一回170円払って路面電車乗るかってちょっと嫌ですが、まあ、他に方法がないならそうするしかないか。結局駅の反対側の今まで利用したことのなかったネットカフェ調べてみたら、夜間は7時間で1500円ということだったんで、まあ、そこがいいか決定しました。ただシャワーはないそうなんで、いや浴びたかったですけどね、まあ、こればっかりは仕方がありません。あそこにねカプセル&サウナって書いてあって、値段調べたら1800円だったんですよ。1800円でカプセルホテル泊まれるのかなと思ったんですが、残念ながらそうではなく、お風呂に24時間入り放題、そして、空いているソファーみたいなやつで寝ることはできるというものでした。考えた結果ネットカフェの方が安いと思いますんで、まあ、安いというかゆっくり休めると思いますんで、今日はここにさせていただきます。ありがとうございました。